ワニコスチャンネル。どうもこんにちは、ニガメマユミンです。このチャンネルではカメと暮らして25年になる私がカメの飼育情報やいろんなカメ知識をご紹介しています。動画を見てくださってありがとうございます。今回はカメの甲羅の苔についてお話ししていきます。カメの甲羅や体に苔がついてしまったらどうしたらいいのかということについてご紹介していきます。一般的によく飼われている水生ガメの仲間たち、草ガメ、石ガメ、赤耳ガメ、あとはミシニとかいろいろいると思うんですけど、カメさんの甲羅や体に苔が生えてしまうことって結構ないですか？苔が生えてるカメっていうと、私たち人間からするととにかく長寿のシンボルだったり神様の使いだったり縁起物だったり、いいイメージしかないと思うんですけど、残念ながらカメさんにとっては甲羅や体に生えている苔はあまり体に良くないものだったりします。今回はカメの体に生える苔や藻について、カメの甲羅に藻が生える原因、カメに苔が生えるとダメな理由、甲羅の苔の落とし方、そしてミノガメの寿命は短命という研究結果があることについて、この4本立てについてお話をしていきます。それでは本編いきます。ではまずカメの甲羅に苔が生える原因についてです。よく言われているのが日光浴不足、水質が悪い、風通しが悪い、この3つがよく言われています。ちゃんと日光浴をしているように見えても、しっかり全身に紫外線が当たっていなかったり、風通しが悪くてジメジメした状態だと苔が生えやすくなります。あと水替えをしていなくて水質が悪い状態だと苔が生えやすくなるので、気をつけなければいけません。あと苔の生え方にも亀によって個体差が出るようです。で、4の体質個体差っていうのを付け加えたんですけど、全く同じ条件の飼育環境で同じ種類の亀を飼っていても苔が生えやすいカメと生えにくいカメがいるんですよね。何匹も同じカメ飼ってるとわかると思うんですけど、これすごく不思議なんですよね。カメの飼育環境そのものが苔がとても発生しやすい環境で、食べ残した餌とか排泄物とか、あと日光も当たってるっていうトリプルパンチなわけで、フィルターをつけても水がとても汚れるし、毎日水替えしてもどうしても苔が発生しやすい環境なのは間違いないですよね。梅雨はとにかく長雨が続くし、夏は熱中症のリスクもあったりして、そもそも適切な日光浴っていうのがめちゃめちゃハードル高い気がするんですよね。ずっと世話していると苔が生えやすい環境なのはもう仕方ないなって、ある程度割り切ることも大切かなという気がしています。じゃあなんで苔が生えたらダメなのっていうその理由についてなんですけど、まず見た目の問題もあると思うんですけど、長期的に見るとカメが健康を保ちづらくなるので良くないと言われています。カメにとって日光浴は健康を守るために欠かせないものです。体の殺菌消毒ということで、太陽の紫外線で甲羅や体を殺菌消毒して病気から体を守ったり、日光の熱で体を温めて代謝を上げて餌を消化吸収したり、体内でビタミン D3 を作ってカルシウムを消化吸収する、こんな役割もあるんですね。もうほぼほぼ日光浴だけでカメの健康を保つためのルーティーンができちゃってるって言っても過言ではないぐらい、それくらい大切なものなんですね。甲羅や体に苔がつくと日光が当たりづらくなって、日光浴の成果が得られにくくなってしまいます。そうなると健康を保つためのこれらのサイクルがうまくいかなくなってしまって、長期的に見ると健康や成長に影響が出る可能性もあって、カメの健康にとって苔はあまり良くないものになります。それではカメの甲羅や体に苔がついてしまった時に落とす方法をご紹介していきます。苔落としの道具で使ってるのがこちらで、私は歯ブラシ2種類を使い分けています。 L 字型と普通の歯ブラシです。で、甲羅の苔は歯ブラシで落とす方法が最も一般的なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで筋や年輪に沿ってささっと脱ぐ感じで、細かいところを取るのはこの L 字型歯ブラシがおすすめです。ゴシゴシこすらなくてもススって動かすだけで綺麗に取れます。で、全体を綺麗にするのはこのボワボワの方の大きめの歯ブラシです。
で、普通の歯ブラシは主に全体のヌルヌルを拭う用で使っています。こんな感じです。で、後で説明するんですけど、たわしは絶対に使わないでっていうところが注意点です。で、あとは水で流して終了です。で、完璧に無理して取らなくても大丈夫です。ある程度まで歯ブラシで落として取りきれなかったコケはどうするかっていうと、この後紹介する裏技で落とすことができます。ではもう一回注意点だけ言います。まず、たわしは使わないということです。ダメ、絶対。で、亀の甲羅の表面はとても傷つきやすいです。丈夫に見えるけど甲羅は傷つきやすいんですね。で、たわしでゴシゴシこすると甲羅に小傷がたくさんついてしまって、で、その小さな傷から感染症にかかってしまうこともあるので絶対にやめましょう。で、甲羅の小さくできた傷の中にまた苔が生えてしまって、で、どんどん取れにくくなる無限ループになっちゃうので、もうとにかくたわし使わない、ダメ、絶対っていうことで、イラスト屋さんのたわしにバッテンつけたらなんかちょっと見た目コロッケっぽくなっちゃったんですけど、コロッケじゃないです、これたわしです。たわし、たわしは使わないでくださいということだけよろしくお願いします。で、そして取りきれなかった苔を取る裏技です。はい、ちょっとコケムしてるカメさんの画像で、虫子俗称っていうアニメに出てくる主が大好きなんですけど、ちょっと主さんお借りしました。さすがにここまで激しいコケの生え方をしてるカメってまずいないんで大丈夫だと思うんですけど、はい、コケが歯ブラシで取りきれなかった時で、皮膚とか歯ブラシで取れない場所についたコケをどうしたらいいかっていう裏技をご紹介していきます。カメについたハードなコケの落とし方ということで、市販のイソジンを水で5から10倍くらいまで薄めたものをコットンにつけて優しくポンポンと拭いて落とす方法があります。これは10年以上前にどなたかカメ飼育者さんのブログかサイトか何かで見つけた方法だったんですけど、ちょっとリンク先わかんなくてごめんなさい。で、水で薄めたイソジンをコットンやティッシュなどに含ませて、で、コケの生えた甲羅や皮膚にイソジンをポンポンつけていくだけなんですね。本当に簡単です。で、そのまま1時間ほど陸で乾かして、あとは水で洗い流すだけです。とっても簡単です。で、イソジンをつけてちょっと1時間ぐらい放置するだけで苔が多分これ死ぬんですよね。で、無理しなくてもこれだけ綺麗になるっていう比較画像です。で、なぜこうなるかはちょっと分かんないんですけど、苔で困った時おすすめの方法です。で、この方法の注意点なんですけど、イソジンはカメにとっては刺激物になるので必ず5から10倍くらい水で薄めて使うということと、あとカメの目や鼻口に入らないようにだけお願いしますということです。で、やるときは飼い主さん個人の判断と自己責任でお願いします。はい、では最後に身の亀についてちょっとしたネタをご紹介したいと思います。身の亀とは何ぞやっていうと、はい、古くから文学や芸術作品で見かけるこんな感じの藻がついた亀さんのことを言います。で、私たち日本人だとやっぱり浦島太郎のイメージがパッて思い浮かぶかなって思うんですけど、浦島太郎だったりいろんな工芸品だったり浮世絵だったりいろんなところで目にしますよね。甲羅に苔が生えてる亀って長寿とか縁起物のシンボルだったりするんですけど、じゃあ実際に甲羅に苔が生えた亀って本当に長生きするのかっていうのを調べた方がいます。じゃじゃん、学者の南方熊楠さんです。主に粘菌の研究で知られていますが、博物学や生物学など多方面で研究成果を上げられていて、国内外で多くの文献を発表されています。そんな熊楠さんですが、なんと亀が大好きで50匹から60匹ほど飼っていて、甲羅に苔が生えたミノガメの研究もされていたそうなんですね。結果どうだったかというと、意外と短命だったよということで、甲羅に苔の生えた亀は生えていない亀と比べると若干寿命が短くなる傾向にあったとのことです。なんということでしょう。ミノガメって長寿のシンボルで縁起物だけど、苔を生やすと短命になりやすいという結果が出たようなんですね。亀に苔が生える環境っていうのが、水が汚かったり日光浴不足だったりあまり良くない環境だったっていうことも私はあると思ってるんですが、これ皆さんどう思われますか？で、南方熊楠先生が飼っていた亀のお孫さんにあたる孫亀が今も実際に生きていて、小太郎という名前です。で、南方熊楠検証館に行くと、運が良ければ小太郎に会うこともできるそうなんです。冬眠してる以外のシーズン、春とか夏とか秋だったら運がいいと小太郎に会えるかもということで、ちょっとご紹介をさせていただきました。
興味ある方はぜひ小太郎に会いに行ってみてはいかがでしょうか。今回は亀の甲羅や体に生えている苔や藻についてのお話でした。今の時期って梅雨から夏にかけては特にどうしても甲羅や体に苔や藻が生えちゃうことってありますよね。特に亀の夏の日光浴は日光浴をさせるのも一苦労だし、熱中症で命を落としてしまうぐらいだったら苔の方がもう全然マシですよね。あんまり神経質に気にしすぎるのも良くないと思うんですけど、定期的にメンテナンスをして上手にケアしてあげれば大丈夫なので、水替えとか掃除とかね、日々のお世話を頑張って、亀さんと一緒に長生きしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは亀と暮らして25年になる私が亀の飼育方法やいろんな亀知識についてご紹介しています。亀との暮らしやあと趣味の化石やコスプレについても動画をアップしているので、もしよろしければチャンネル登録、高評価、応援コメントをいただけるととっても励みになります。また何になるか分かりませんが次回の動画でお会いしましょう。それではまたまた。